はい、おはようございます。榎本隆之です。今日のテーマは接客用語について話をします。接客をしていると必ずかしこまりましたっていう言葉よく使うと思うんですけども、もしもあなたのお店が明るく元気なお店を目指しているんであれば、このかしこまりましたっていう言葉はなるべく使わない方がいいですね。かしこまりましたっていう言葉を使うとお店の雰囲気がかしこまってしまうので、もしできるのならかしこまりましたの代わりにありがとうございますっていう言葉に置き換えてみてください。今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で詳しく説明してありますので、ぜひそちらも見てください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。